せや、ここからだね。一本取った。使って。変形。よし、終わりだ。は、私負けないよ。まだまだよ。間に合った。痛い。今だよ。行くよ。出るタイミングはお任せします。ジャッキーバビューここに置くわよ。当たって。油断しない。油断ドリーチフン。ありがとう。それ渡すわ。ミッション開始。止めなきゃ。このあたりかな。今のうちに、今のうちに、始めます。いや、この程度なら私がこんな。手は抜きませんよ。置きます。目が。許さんぞ。咲いてやるわ。いや、貫け。まだ。油断。た、回復。この程度。あ、撃破。あと。すてや。設置完了。ほっ。おりゃ。た、まだ。大丈夫。回復。ここに置いたから邪魔しないで。はい、つくば。耐えられるかしら。どうぞ。おごりだよ。うん、回復いくよ。落ちて。行くよ。トラップ置くね。いったたたた。よし、まだやれる。一気に叩く。ずいぶん濃い海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順応プログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。ま、ちょっとやっていい感じで帰ろうぜ。張り切ったところでおまけのプレゼントはないんだし。ま、生き残る確率が 1% くらいは上がるかもしんねえけどな。お、そろそろ時間か。さて、やるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認。敵影なし。ぼーっとしてると食われるぞ。とにかく動け。
お前、ジャンプは好きか？無駄に飛び回りたくなる時ってあるよな。高台からのジャンプなんて、漏れなく男のロマンぎっしりだぜ。張り切って息切れするんじゃねえぞ。スタミナの管理は英二の初歩の初歩だぞ。まあこの辺に荒神はいないみたいだし、準備運動がてら動いとくか。おい、海域ってのも俺らエイジにとっちゃなんてことねえな。そろそろ神器を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ？俺らはこいつを使って戦うためにいるんだからよ。来た、荒神だ。敵の位置はマップで確認できる。見失ったらすぐに確認しろ。やるじゃん。俺にも仕事は残しといてくれよ。お前、銃の攻撃は得意だっけ？ちょっと見せてくれよ。陣機をガンフォームにして。お、ほら、ちょうどいいやつが現れたみたいだ。フォームでの攻撃はオラクルポイントを消費すっけど、隣接攻撃で回復するから、要はバランスだよな。そんなもんだろう。どうだ、体の調子は？まあこんな海域の中で元気もクソもねえよな。お疲れ。
めんどくせえけどさ、人機の動作確認ってのは大事なわけよ。いざって時に動かなかったら俺ら死ぬわけだしさ。攻撃は最大の防御っつうけどさ、シンプルにガードすんのは生き残る基本だ。生き残るためなら蛍光品だってガンガン使うべきってのも基本だよな。つっても蛍光品にもいろいろあんだよな。まあどう使うかは応用ってことで。よし、問題なさそうだ。時間もあるし回収行っとくか。フィールドにいろいろ落ちてるだろう。あれ拾っとけよ。物資が少ない今じゃ基本だぜ。俺がガラクタ持って帰ると弟が喜ぶんだよな。何に使うんだか。生き残るために人機強化は欠かせねえ。つまりは素材集めも重要ってことだ。なんだかんだこいつとの付き合いも長いよな。大事にしねえと。よし、こんなもんだろう。人機には何の問題もなさそうだ。お出たな荒神。まあちょうどいい。ぶっ倒して戻ろうぜ。さてと、お仕事といきますか。今日はスカッとできそうだ。人機には隠された力があるのは知ってるな。プレデターフォームがそれだ。この形態で荒神を捕食してみろ。
俺らの身体能力が一定時間上昇するからさ、バーストしながらどんくらい戦えるかって今日俺らは試されてるらしいぜ。バーストすりゃ俺らはぐんと強くなる、荒神との戦いも楽になるってわけ。さあ始めんぞ。荒神を捕食してバースト、忘れんなよ。食いつけ。荒神の屍からは素材が取れる、だから倒した後の捕食も忘れんなよ。さっさと捕食しねえと消えちまうからな。これは基本みてえなもんだぞ。さてそろそろ本番といくか。バーストアーツの時間だぜ。バースト状態で放つ超ビューティフルな必殺技がバーストアーツ。なんかいろいろ理屈があって俺らエイジにしか使えないらしいぜ。んじゃ荒神たちに俺らの美技を食らわせてやろう。荒神を捕食してバーストからのバーストアーツ、いくぞ。お前の技も悪くないじゃねえか。バーストアーツはいろいろな種類があるし、使い慣れれば上達もする。どんどん使え、俺らにしか使えない力なんだ。遠慮することはねえさ。荒神相手にぶっ放して困ることは一つもねえ。大体こんなとこだな。捕食は俺らが生き抜くために必要な技、絶対使いこなしてやろうぜ。じゃ早速やるか。エンゲージ。エンゲージを発動させるには陣形がとにかく重要だ。適当にフラフラするんじゃねえぞ。いいか、荒神と交戦中にお互いが一定距離内にいると互いの感応が深まっていく。要は近くで戦えってことだ。
人の力が合わさるんだよ。これってなんかやべえよな。戦時は意味ねえから近づいてもエンゲージはできねえぞ。よし、この辺でバッチリだろう。長いは無用、帰ろうぜ。エンゲージってのはまだまだ謎が多いんだよな。けどよ、波の人間にはできねえってことは俺らの方が進化してんじゃねなんてな。じゃ帰ろうぜ。情報に送信を開始。サポートを任せてください。気を引き締めていかないとね。あなたたちの進め方に合わせます。どうぞ。奴は死に際に自爆する。巻き込まれるなよ。気をつけてください。
配置完了。各員、作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。準備はいいかな。出るよ。見た目よりタフなやつだ。根気よく行くぞ。さすがだな。戻ったら報告書をまとめないと。みんなで帰りに待っていますからね。
然情報では危険区域となっています。どうかお気をつけて。行きましょう。見た目よりタフなやつだ。根気よく行くぞ。接触しませんね。Yeah!
しようかな。接触しませんね。でも負ける気がしねえぜ。これが俺たちの力さ。みんなで帰りを待っていますからね。